はい、どうも、ゆみ、岩井みっちゃんです。昨日、17時51分です、今。4月18日、4月18日、日曜日。昨日、シチューを食べて、アイスなどを食べて、その翌日です。朝の5時から働いてで、帰ってきて、トレーニングもして帰ってきて、昼休み中にトレーニングをして、ジムに行ってトレーニングをして、その後また仕事をして、今帰ってきてインスタグラムの動画を作って、で洗濯物を干して、お風呂に入って洗濯物を干して、で今この動画撮影をしています。昨日、チョコビとコアラのマーチ、どっちにしようかなって、どれにしようかな、あとプリッツどれにしようかなって迷ったんですけど、今日食べたいですね。なのでちょっとこれ食べます。ちょっとコアラのマーチは、まあ、ちょっと一粒ぐらい食べます。昨日はシチューでロールパンを11粒ぐらい食べましたけど、まあ、11粒ぐらい、ロールパン11粒ぐらいは基本的にそんなに多い量ではないですね。男たるもの2、30粒は食べないといけないと思いますね。ちなみにこのコアラのマーチも一粒一粒がこのようにコアラが書かれてます。なんでコアラを食べるみたいなイメージになっちゃ食べづらいです。だからコアラを食べるんじゃなくて、この美味しいよって言ってるチョコレート食べる、なんだそういうことです。これ美味しいよっていうふうにこのコアラが教えてくれてるって思ったらいいんです。このちょっとこのコアラ一粒だけ食べます。コアラの巻き、おいしい、これおいしいですね。いちご味のコアラの巻き、これいいね。ちょこれ一粒って言ったけど一粒で足りないや。ちょっと書いてある。これ山形。これ山形って書いてあります。これなんか飛行機ですね。飛行機です。飛行機。あとで食べます。すごい美味しいですね、このコアラのマーチ。これチョコビいきますよ。昨日これチョコビ食べようかどうか迷って動画を撮影して、で寝て、昨日撮った動画まで時間が全然ない、全然見返せない時間なんかないので、後で編集するときに見返すんですけど、チョコビの話をして、でその後寝て夢にクレヨンしんちゃんが出てきて、夢でクレヨンしんちゃんが出てきました。これも2、30粒ぐらいは食べないとダメですね。これ子供心を失ってるに等しいですよ。これは2、30粒ぐらいは平気でいけるぐらいでないとダメですね。昨日の僕のロールパンの11粒なんて、ロールパン11粒なんてヘタレの数ですね。
僕ぐらいになってくるとロールパンとかっていうのは1粒2粒っていう風に数えるんですよ。僕としーちゃんぐらいになってくると、もうずっと前からしーちゃんとこれ商品選ぶときにこれ6粒しか入ってないよとか8粒しか入ってないよって言ってすぐに数えていつも言います。僕たちクラスになってくるとロールパンは1粒2粒って数えます。これも1粒2粒ですよ。ちなみにこのチョコビなんかこれシール入ってます。バンダイのね、バンダイのゲームが大好きな僕みたいなゲームが大好きだった子供からしてみたらバンダイのねゲーム大好きだから、これなんかこれ変なの切ってダメだな、これ変なの切っちゃうといけないから、こうやって大丈夫なのこれ、ゾウさんが当たりまして、しんのすけの大好きなゾウさん、タイの国獣、史上最大の動物園、長い鼻が特徴だぞ。アジアとアフリカに2種生息していて、アジアゾウの方がアフリカゾウより一回り小さいんだぞって書いてます。ゾウか、まあまあこれはまあこれも運なので、このチョコビ食べます。うん、子供の頃よく食べてあげる。これ牛乳とか入れて一緒に食べても美味しいかもしんない。美味しい。サクサクいきますね。カラメルソースが入っててすごく美味しい。これありゃ、お、うまいよ。少な、ちょっと少ないですね。まあチョコビだもんね。これぐらいのちっちゃな子供が食べるようにクレヨンしんのすけ、しんのすけとかって幼稚園児だもんね。しんのすけの幼稚園児のしんのすけが食べてちょうどいいぐらいの量だとしたら、まあこんなもんなのかな。うん、少なすぎる。さすがにこれは対象年齢3歳以上だって、こんなの食べていいのかな俺。チョコ美味しかったです。ないからこのコアラのマーチをもうちょっと食べるかな。これ今日朝から何も食べてなくて、朝起きてコーヒーだけ飲んで僕は何も食べてないんです。水とかは飲みました。でも水は飲んでるけど、他あとプロテイン飲んだぐらいで何も取ってなかったので、今これさコアラのマーチ
今日初めて食べました。あ、アクエリアス途中で喉乾いちゃって、クワールのマヨって美味しいです。これこのいちご味、コアラを食べてるって思っちゃうと、すごく食べ方としてすごい気持ちがあんま良くないので、コアラがさっきも言いましたけど、これ美味しいんだよって言ってくれてると思って食べてます。ワイハーでハンモックでグラサンかけて日に当たってるコアラでみたいな感じ。面白いね、このコアラ。鬼のお面かぶってる、コアラ。眠そうなコアラ。悩みに乗ってます、このコアラ。これ食べます。昨日食べきれなかったんで、眠さが限界に来ちゃって食べきれなかったんです。いただきます。このしょっぱみ関係はこのグリコが結構強いのかもしれないですね。しょっぱめ作るのが、すごい商品化するのがすごく上手な感じがします。上手とか、まあ、グリコですから。
ぱない塩分が今体に入ったので、なんかしょっぱいことしちゃいました。切れちゃいました。ウリツを食べ終わった後にタイミングを切りました。今19時37分。4月18日。さっき撮影した動画が、なんか操作ミスで削除、動画で削除しちゃって、で今動画を復元してアプリなどを落として復元して、すごい時間かかりました。でもなんとかさっき撮影したコアのマーチとかチョコビ食べてるやつは復元できました。なので、で復元作業やってる最中、昨日作ったのシチューの残りを食べながらして、で今ご飯も食べ終わった状態です。ちょっとデザートでこれ食べます。タンパクと高タンパク、さっきでもプロテイン飲んだからな。こちらのメルティキス、メルティキスがあります。これはすごい美味しいんですよね。これを 2、3粒、さっきまたロールパンを何粒ぐらいかな、 10粒ぐらい食べました。さっきしーちゃん昨日何粒食べたんだっけ、ロールパン。しーちゃん昨日しーちゃんロールパン何粒食べたんだっけ？4粒ぐらい？うん。数え方間違ってるじゃん、しーちゃん。何粒？4粒？4粒。うん。4粒か。4粒ぐらいじゃまだまだだな。すごく眠くなってきてるんで、もうこれそのことだけ言ったら、もう復元しましたっていう、途中でなんか消えちゃいまして、途中で消えてプリス食べ終わったのに、その後に操作ミスで動画を削除しちゃったんで、復元して
とりあえずメルティキス食べます食べますよっていう。で今日はこんな感じですっていう、そういう了解でした。では皆さんごきげんよう。美味しいですよ、メルティキス。とろけそうなキスってことですかね、みたいなことは。では皆さん。